銃艦を。トムなら飛ばせるとデスデモーナが言ってた。大丈夫、説明書は最初から最後まで読んだ。説明書？回ってる、回転してるぞ。大丈夫だ、落ち着けって、ほらな、これくらい楽勝だ。神様、助かった。よし、最後の作戦会議だ。 EOS との複雑な過去を考えると、奴らはあなたを見つけた瞬間に攻撃してくる。だから隠密行動をしてもらう。役に立つかわからないけど、ステルスボーイを渡しておく。成功の可能性はあなた次第だ。うまくいったら俺は必死に走って爆弾を仕掛け、どうにかして生きて脱出する。激しい銃撃。ちょっとした興奮剤か。着陸したら何でも屋がベルチバードをすぐ離陸できるようにしておく。俺の仕事はトムの見張りと野獣馬たちを近づけさせないことだ。トム、飛行船に近づいてる。もう少しまっすぐ飛べないのか。いいか、やろうとしてるよ。操縦してみたいなら喜んで変わるぞ。いやいや、よくやってるよトム。ただもう少しだけ安定させてくれ。はいはい、わかったよ。スカバード、こちらクレイモア。着陸許可を要請する。クレイモア、ベイ3への着陸を許可する。甲板士官が警察署での出来事について報告を求めている。敵勢力を殲滅した。シミタールの状態は？シミタールは攻撃を受けた。数時間以内に修理が完了するはず。機体を確認した。クレイモア、ドッキングポートが開いていないぞ。技術的な問題が起きた。なんとかポートに。今なんとかする。トム、どのボタンだ？これか。クレイモア、着陸を許可する。まともな道に出てホッとしたよ。フットネイバーはおもてなしの心がすり減ってきた。そろそろ戻ってこいよ。あまり長いはするな。もし誰かがここに来たら、お任せるかどうかわからない。あなたは自分の。
外への実験材料であるモールラットはペットではない、軍の貴重な資源である。おい、それで待ってろ。よし、必要な時は言ってくれ。従ってスクライブ・ネライアとそのチーム以外の者が餌を与えることを禁ずる。この規定に反する者は厳重に罰せられる。お互いにとって面倒なことはやめようじゃない。手間をかけさせるな。何かいるわ。隠れても無駄だ。なんだ、まともな道に出てホッとしたよ。グッドネイバーは。そこにいるのは誰だ。何かがあそこに。何もなかったに違いない。できない。何かそこに。動け、ムーブ、ムーブ。お前を見つけるのは時間の問題だ。そこにいるのは。俺たちは全てを引き裂いているんだろ。そう。
ハムが君に会いたいらしい。彼女は理由を説明していると私には分かってた。私、レッドグレアを呼べば、さらに善良な人々の命を失うかと思ってた。逃がした仲間の彼らを、自分自身を無事に守ってくれてありがとう。教会は無事か？プライウェンが破壊されて、BOS の生き残りは連邦を去ることになる。徒歩で。だけど私たちは、まだ危機を脱してはいない。 BOS が私たちを見つけたとしたら、そのすぐ後ろに SRB もいると考えていいと思う。もう時間がない。次の段階はインスティチュートの攻撃よ。侵入した後はどういう計画なんだ？インスティチュートの内部に戻り、転送装置を確保する。確保した瞬間、インスティチュートと SRB が動き出すでしょう。だから急いで私たちをテレポートさせて。Z-114 と人造人間の反逆者と合流して、一緒に戦いながら核融合炉まで進んでいく。人造人間の救出は？それはあなたの仕事ではない。転送装置を制御して人造人間をノンストップで送り出す仕事を担当する人々が別にいるから。作戦の面倒な部分の実行には最高の人材が必要なの。つまりあなたってこと。待ってる。